Welcome to Startup Grind 福岡。Startup Grind 福岡の第13回イベントを開始いたします。皆様ようこそ。司会のルーク田中です。皆様と一緒にこのコミュニティを盛り上げていきたいと思います。Startup Grind は、スタートアップ、ファウンダー、イノベーター、クリエイターによるシリコンバレー初の世界最大の起業家コミュニティです。世界を変える350万人以上のイノベーターを結びつけています。世界中で多くのイノベーターを巻き込むこのスタートアップグラインドですが、この規模になったのは我々の掲げるビジョン、グローバルコミュニティフォーアントレプレナーズへの共感が大きいと考えています。その中で我々は3つのバリューを掲げています。Help others before yourself. Give first, don't take. Make friends, not contacts. 自分より人を助けること。得ることよりもまず与えること。人脈、名刺交換ではなく、友達、仲間を作ること。さまざまな方に共感いただき、Google のような世界企業からもご支援を受け、多くの世界を変えているシリコンバレーの経営者や投資家、アクセラレーターなどにもご登壇いただいています。そうした中、我々福岡チャプターは、グローバルな金融・技術エコシステムの構築を推進します。グローバルなスタートアップエコシステムとつながり、互いに夢を語り、仲間になることで、世界をより良くするオープンイノベーションの場を作ります。ハッシュタグ、スタートアップグラインド福岡です。勉強になったこと、学んだことをぜひ SNS でシェアしてください。学びの仲間を増やす。これも Let's Make Friends の形です。いつでもどこでも友達同士で学び合える場にしていきましょう。では、イベント開始にあたり、スポンサーのご紹介です。本イベントは次の企業に協賛いただいております。アストラゼネカ株式会社様、アビエスベンチャーズ様、日商エレクトロニクス USA 様、スポンサーの皆様ありがとうございます。それではスポンサーの皆様をご紹介させていただきます。まずアストラゼネカ株式会社様。アストラゼネカジャパンはヘルスケアオープンイノベーションネットワーク i2.jp を運用しています。i2.jp は2020年11月に7団体で発足し、現在1年が経ち131団体のコミュニティとなっております。アストラゼネカジャパンはジャパンビジョン2025としてイノベーションを通じて患者さんの人生を変えるリーディングカンパニーを目指すという目標を掲げて活動しています。このビジョンを推進するため、サイエンスのリーダーシップを実現、患者さんを中心とするビジネスモデルのパイオニアに、働きがいのある職場として選ばれる企業にの3つの柱を持っており、アストラゼネカジャパンの社員は日々様々な活動を通じて、これら3つの柱の実現を推し進めています。オープンイノベーションネットワークである i2.jp も3つの柱すべてに関わる活動を行っていますが、とりわけ患者さんを中心とするビジネスモデルのパイオニアにという目標をより強力に推進しています。i2.jp は参画いただいている130を超えるパートナーの皆様と4つの課題にチャレンジしています。1つ目は患者中心の実現です。2つ目は医師などの医療従事者への付加価値提供です。3つ目は患者さんと医療従事者の方に貢献する新技術の発掘と育成。スタートアップ企業の皆様が日本のヘルスケア市場で露出する機会やスケールアップする機会をサポートさせていただいております。4つ目は地域医療課題や社会医療課題の解決に向けた医療システムの最適化です。i2.jp の具体的な活動を1つ紹介いたします。i2.jp およびアストラゼネカはイーライリリーやバイエル、デロイトなどのオーガナイジングスポンサーと共同して、在日アメリカ商工会議所 ACCJ 主催の大型ピッチイベントを運営しています。2020年は50近くのスタートアップ企業が参加し、3社のファイナリストが選出され、ファイナリストはスポンサー企業との共同プロジェクトを推進しています。現在、スタートアップ企業の皆様のご参加を募集しています。ご関心のある企業様は i2.jp 事務局までご連絡ください。また、i2.jp へのご参画も通年で受け付けておりますので、もしご興味がありましたら、i2.jp 事務局までご連絡ください。続きまして、アビエスベンチャーズ様。アビエスベンチャーズは、連続起業家孫泰造氏とともに、ミスルトやシリコンバレーの VC を立ち上げ、スタートアップエコシステムの育成や、新分野のベンチャー投資を手掛けてきた山口冬樹氏が、ミスルトからのスピンアウトの形で2017年秋に設立し、2018年夏からファンド運用を始めたアーリーステージのディープテックスタートアップにフォーカスしたベンチャーキャピタルです。メンバーの国内外のユニコーンを含むディープテックスタートアップへの投資経験や、
国内ディープテックスタートアップのグローバル事業展開の経験、それらを通じて培ったグローバルネットワークを生かし、特に投資先の海外事業展開の成功を目指した支援活動を行っています。ディープテックの中でも要求水準の高い産業向け AI やロボティクス関連技術、量子コンピューターや半導体などの最先端情報処理技術、素材やバッテリー関連技術、宇宙といった技術セクターにフォーカスしています。また日本のスタートアップに加えて北米を中心とする海外スタートアップの中から世界に通用しうるスタートアップに投資をしています。アビスベンチャーズとの協業にご興味を持たれた企業の方や投資家の方、資金調達を考えているディープテック企業家の方は気軽にこちらへご連絡ください。最後に日商エレクトロニクス USA 様。日商エレクトロニクス USA は総合商社双日グループの IT 事業会社です。シリコンバレーで35年以上にわたり活動し、米国での最新 DX 事例の紹介や斬新なスタートアップの発掘、並びに日本企業とのマッチングサービスを通じてお客様の DX 実現とイノベーション推進を支援しています。ニュースレターを登録いただきますと、月1回シリコンバレーの最新トレンドブログを送付いたします。ウェビナー、ニュースレターの登録先はチャット欄に貼らせていただきます。ぜひご登録ください。皆様の見られているチャット欄へご連絡先を記載しておきます。お気軽にご連絡ください。その他、福岡チャプターを設立するにあたり、設立当初から様々な団体にご支援いただき、現在41団体にパートナーになっていただいております。スタートアップグラインドチーム一同、心より御礼申し上げます。引き続きスポンサー、パートナーの皆様、よろしくお願いいたします。福岡チャプターではビジョンやバリューに共感してくださるスポンサー、パートナーとの出会いを楽しみにしています。ご興味のある方は福岡チャプターのホームページからお気軽にお問い合わせください。では本日のメインテーマに移りたいと思います。福岡チャプターはアクセラレーターや大学教授、大企業やスタートアップ経験者など多種多様なメンバーで運営しています。まずスタートアップグラインド福岡のファウンダーでありチャプターディレクターのジョン・コウジロー森若よりご挨拶いただきたいと思います。なんとこの秋ご参加いただいた多くの皆様にスタートアップグラインド福岡を盛り上げていただいたこともあり、スタートアップグラインド全世界600チャプターの中のディレクターオブザマンスに選出されました。ではジョン・コウジロー森若よりご挨拶とゲストのご紹介をさせていただきます。ジョンさん、よろしくお願いいたします。 Welcome to Startup Grind 福岡 Everyone! Thank you so much Luke! MC Luke、 いいですね、いい波乗ってんね。ということで、もうね、F 社の富士通ですけど、皆さん知っての通り、いや素晴らしい、優秀な社員だけでこの1年間ルークがいたからこのグラインド盛り上がったっていうぐらいですね。あと、まあ牛久教授とか、まあうちのメンバーいろいろいますけれども、本当にこの1年あっという間でしたね。600チャプター、世界は広いですね。125カ国600都市で我々スタートアップグラインドを運営してて、その福岡チャプター去年作って本当良かったなと。まだオンラインでしかできてないですけどね、もう700名今メンバーが超えてですね、まあ、総動員数はもう1000名を超えまして、まあ、毎月もさまざまな方が来てくださると、まあ、スピーカーもね、本当いろんな人が来てくださってですね、もう楽しくてたまらないと、まあ、この師走のこの時期に来てくださった尖ったオーディエンスの皆様も、この今度ね、また交流会もしたいなと思っております。まあまあ、私の話はさておき、早速ですけれども、すみません、クラブハウスがミュートになってます。あ、すいません、クラブハウスの皆さん、もう一度行きます。じゃあクラブハウスのために、 Welcome to Startup Grind 福岡 Everyone! Thank you so much MC Luke! ということで、本日皆さんようこそお越しいただきました。 Zoom で聞いてくださってる方、お得ですよ。今日は動画もありますしね。クラブハウスの皆さんも今から楽しい話しますよ。ということで、プラスでどん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 お友達をですね、クラブハウスの皆さん、お友達を呼んでください。おう、ズームもどんどん増えてますね。チャット欄、さあ皆さん何パーセントで生きている、今日は皆さんどれぐらいの気合で生きてますか、何パーセントでしょうか。 100%、 20%、 数値化で120両マックス、とんがりマックスということで、ブリスベンから素晴らしい。他の方はどうですか、何パーセント。一斉、兵庫さん、岡田さん、ありがとうございます。シンガポールからマイクロソフトの兵庫さんも来てます。さあ他の方は何パーセントで生きているな。3000、たけしさん 3000%。 他の方、シンガポールから、イエーイ、盛り上がっていきましょう。4000%、両マックス上がってきてますね。
さあさあ、ここのチャット欄覚えててくださいよ。Zoom で参加した人だけですね、質問タイムの時に、ここでどん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 書いてってくださいね。そして、ハッシュタグスタートアップグラインド福岡で、Zoom の方もクラブハウスのお友達も、どん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 広めていきましょう。お、無限、ゆうこさん、中田さん、シリアルアントレプレナー、イェーイ、無限大出てます。控えめに2000。マーティン、GCG から来てます。たくさんの人たちが、東証一部のマーティンですね。まあ、いろんなところから今日も来てますけど、学生も来てます。どん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 クラブハウスのみんなも、オープンチャットからもどんどんやってきてますね。ということで、2021年6月25日に、創業21年かけて上場した。なんとなんと、広島で創業して、東証マザーズに上場された吉村社長、Welcome to Startup Grind 福岡、吉村さん、どうぞ顔を見せてください。はい、はい、どうも、バーチャルハイファイブ、イエーイ、ありがとうございます。なんか、思った以上に3000倍イケメンな社長で。ありがとうございます。いや、なんかやっぱりどんどん成功していくと、何ですかね、自信がみなぎって、落ち着かれて、おしゃれで、洗練されて、なんか僕ずっと昔からですね、いろんなインタビュー動画写真見てたんですけど、今日一番かっこいいです。ありがとうございます。今日は本当にお忙しいこの師走の中にですね、吉村社長来ていただいてありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。はい、楽しみにしておりました。それでは皆さん、今からファイアサイドチャット、まあ、ファイアサイドね、今日初めての方で、ファイアサイドっていうのは シリコンバレーから始まったんです。これもスタートアップグラインドの随骨頂ということで、暖炉の前のおしゃべりということで、今日は2人ごとをさせていただきますので、その後に30分質問タイムということで、吉村社長、最初にちょっと自己紹介とですね、はい、ちょっと会社紹介をしていただけますでしょうか。そうですね。はい。それでは皆さん、改めまして、ビース株式会社の社長を務めております、吉村と申します。本日はよろしくお願いします。まず弊社の説明についてなんですけども、ちょっと動画 2,3 分の短い動画なんで、そちらをちょっと見ていただくのが一番早いかなと思いますので、クラブハウスの方にも多分音声で聞こえるかと思いますので、まずはそちらをご覧いただけたらと思います。ちょっと画面共有使いますので少々お待ちください。はい、ありがとうございます。こちら今画面ちょっと動画流してみますね。いけるかな。はい。私たちベーシス株式会社はソサエティ 5.0 をインフラで支えるインフラテック事業を展開しています。インフラテック事業はモバイルや IoT のインフラ構築ニーズがある顧客から依頼を受け、インフラの構築や運用保守のサービスを提供しています。ベーシスの特徴、ベーシスは多重下請けでアナログなインフラ業界の非効率な構造を20年間のエンジニアリングで培ったノウハウ、スキルと全国に広がるパートナーネットワークにテクノロジーを掛け合わせたインフラテックプラットフォームに置き換え、効率的で顧客とパートナー企業双方にメリットのあるサービスを提供しています。モバイルエンジニアリングサービスは非常に大きな市場規模であり、 5G 時代の新たなインフラ構築、運用保守のシェアを拡大していきます。IoT エンジニアリングはこれから急成長が予測され、 IoT インフラ構築運用保守市場の拡大に合わせ業績を拡大していきます。モバイルエンジニアリングサービスはストック型収益が主体となっており、継続率の高いビジネスを展開。 IoT エンジニアリングサービスは市場が導入期のためフロー型収益が主体となりますが、今後は長期的に安定収益を確保できるストック型収益の確立を目指しています。インフラ業界は 5G の拡大を受け、 IoT 関連機器の設置、保守運用ニーズが増加。その機会を確実に捉え、今まで培ったノウハウやテクノロジーをベースに事業領域を拡大し高成長を目指します。私たちはモバイルエンジニアリングサービス、 IoT エンジニアリングサービスを起点にプラットフォームを拡大することで、デジタル化が遅れているインフラ業界の DX を推進していきます。はい、どうもご視聴ありがとうございました。こういった会社でございます。すごいかっこいい動画で分かりやすいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは簡単に自己紹介もよろしくお願いいたします。そうですね。まあ、ちょっとどの流度の自己紹介、まず個人的な自己紹介を簡単にすると、
私、広島でもともと生まれ育ち、大学卒業して社会人になってからは、他の地域に住んでたんですけども、2000年の、会社を建てるときは広島で、仕事をしておりまして、2000年に、このベースっていう会社を、実は一人で立ち上げました。なので、社員ゼロで、自分一人で、しかも広島にある自宅オフィス、マンションオフィスですよね。そこからスタートをしている会社です。で、その時は今の弊社のやってるビジネスのモバイル の関連のビジネスをやっておったんですけども、それを広島でだいたい5年ぐらい、やりまして、でその後はですね、事業を全国的に拡大しようということで、当時2005年ですね、2005年に関東に進出をして、でそこから数年で全国に事業エリアを拡大して、まずこのモバイルのビジネスを日本全国でやるようになったというのが2000年から2010年代にかけてというところですね。で、その後2015年頃からこの IoT の分野にも事業領域を拡大しまして、で先ほどの動画にも説明があったように、ただそのインフラを作ったりとか運用するだけではなくて、やはりその IT テクノロジーを活用して、生産性を高めたりというところを強化をし、これが他社さんとの競争の優位性にもなりまして、事業拡大もできたというところで、今年の6月に、東証マザーズも上場できたといったようなのが私の簡単な経歴になっています。ありがとうございます。いや、吉村社長、そう聞くとなんかすごいスムーズに、はい、いい感じで27歳の時になんかいい創業ストーリーですね。マンションで一人で創業して、はい、でなんかすんなりと急成長したようには聞こえたんですけれども、なんと、もう最初に創業してからこれまで21年間3度上場にチャレンジしようとしたけれども難しかったっていう、かなり苦労話があるような感じなんですけれども、なんか資金繰りが難しすぎて寝れない日々もあったとか、はい、そうです、はい、そのあたりももっと詳しくお話聞かせていただけますか。わかりました。弊社3度目の挑戦で IP をできたんですけども、まず1回目の挑戦が、先ほど話したように私が2000年に広島で創業し、2005年から全国展開をし、そこから急激にこう会社が大きくなったんですね。なので2008年頃に、会社もかなり急成長してましたので、上場を狙えるんじゃないかということで、トライをしたんですけども、我々が上場1回目トライしてすぐ1年後ぐらいに、リーマンショックが起きて、非常に株式市場の状況も悪くなり、株価もなかなかつかないねっていうところがまずあったのが一つと、であとはそのちょうど同じ時期に、リーマンショックが起きた時期に、ちょうど我々会社が急成長していて組織が急拡大していた時期だったんですけども今だからこそ言えるんですが、お恥ずかしながら急拡大しすぎてですね、組織がこうまとまりがなくてですね、かなりこうバラバラになって、社内の一体感がなくなったりとか、社員の満足度が急激に下がったりというところで、組織もかなりぐらついたりとかっていうタイミングがちょうどそのリーマンショックの時と重なったんですね。なので、もし上場できたとしても株価もつかないですし、それよりも組織もぐらついてたので、ここは一旦、上場は一旦やめて、組織をもう一回固めて、しっかりと成長、会社が成長、継続成長できるような組織に立て直さなきゃということで、一旦そこで IPO はリセットとかやめたんですね。で、それが2009年頃でしたと。で、そこから、3、4年かけてしっかりと組織を固め、また会社が成長フェーズに入っていったんですね。で、今度こそじゃあいけるぞということで、2013、4年頃に2回目の挑戦をしました。で、この時も結論うまくいかなかったんですけど、で、この時何に失敗したかというと、やはりその上場するイコール上場後も会社を急激に成長させなきゃみたいな、私自身もプレッシャーがあったというところもありまして、上場後の急拡大も見据えて、例えば当時は会社、子会社をどんどん作ったりだとか、あとはその新規事業をどんどん立ち上げたりということをかなり積極的にやってたんですけど、はい、でこれも他社さんでも結構あるケースかと思うんですけども、ここもやっぱり無理な急拡大をしたことによって、例えばまあ、全てじゃないんですけど、一部の子会社がものすごく大きな赤字を出してしまったりだとか、一部の新規事業がうまくいかなかったりというところで、会社の売上高自体は伸びてたんですけども、
かなり赤字の事業とか子会社があったことによって利益が出せなかったんですね。でそれによってまあ利益やっぱ出せないとなかなか上場っていうのも難しいので、ちょっと困難になってきたっていうところもありますし、でそこのまあ急拡大によるその事業の赤字が膨らんだものがなかなかこう解決できなくてですね、長引いたんですよ。で結果として赤字が今度続き出すと金融機関さんからの信用も落ちていって、今度借り入れが難しくなり、資金繰りも苦しくなるみたいな状況に陥っていて、で当時うち売上が多分40億前後あって、借り入れもかなりデッドで、うちほとんどエクイティやってなかったので、デッドで借り入れで回してたんですけども、本当に後半のあたりは資金繰りも苦しくなり、もう本当に明日の支払いできないじゃんみたいな感じで、僕の個人の口座から会社に入金したりとかですね、そんなことでこうギリギリの綱渡りを実はしていたというのが、その2015、6年の頃でしたかね。で、そういった状況だったので、これはさすがに上場はまた厳しいだろうというところで、もう一度立て直しに入ったと。でそこからまた 2,3 年で立て直して、2018年に今度こそということで3度目の挑戦でトライブしまして、で今回の3度目の挑戦は、比較的すんなりと問題なく上場できたといった形ですね。なのでかなり失敗してます。しくじり先生になれると思います。じゃあ今日はグラインドも結構フランクなイベントなので、しくじり先生で、教えていただく、失敗談が一番楽しいというか、学びも多いので、そうですよね、気軽に教えてください。はい、そのすごいですね、その悪い時があって、やっぱ立て直す時はどういったことに気をつけられてきたんですか？そうですね、その先ほど話した 2つの失敗というところなんですけども、1つ目の失敗の時は、やはりその、自分自身が経営者としてすごく過信してたこともありまして、組織をその自分たちの身の丈以上にたくさんこう人を雇いすぎちゃってマネージメントしきれなかったっていうところがあったんですね。なのでやっぱりそこの立て直しの時っていうのは、やはりそのしっかりと会社の理念だとかビジョンだとかっていうものを改めてその社員に伝え、でこういったうちは理念ビジョン戦略で今後、今経営が厳しくなってるけども、もう一回組織を立て直してこういう方針でやっていくんだっていうところをしっかりと社員に伝えまして、でそこにやっぱりしっかりとついてきてくれる人は残ってもらい、でそこに合わない人は辞めるって選択も僕は全然ありだよってことを伝えまして、組織は本当に ある意味再構築をしたっていうのがありました。なので乗り越え方としては、組織をもう一回一枚岩にして一致団結して乗り越えたっていうのは1回目の時ですね。で2回目の時はもう本当不採算の事業とかを結構抱えていたので、ここはもう結構ドライに事業撤退とかをしていきました。ただ口言うのは簡単なんですけど、会社作ったり事業を立ち上げるのって簡単なんですけど、辞める方が大変なんですよね。でやっぱりそこの事業に関わって採算はってないにしても、そこの事業に携わっているその社員だとか、サプライヤーの方だったりだとか、もしくはお客様だったり、いろんな関係者の方たちにやっぱ迷惑をかけるので、めちゃくちゃ重たいんですけど、ただここはやはりそのしっかりと、ドライにもう整理せざるを得なかったので、本当に心を鬼にしながらですね、なんとかきっちりと責任を取りながら整理をしていって乗り越えたっていうところですかね。その1度目の失敗の要因としては、やはり、たくさんの人を雇いすぎたっていうことでマネジメントが難しかったと。そうです、要はそうですね、多くの社員をマネジメントできる、そもそもマネジメント層のニーズが少ないのにそうじゃ、マネジメント層じゃない人たくさん採用しすぎてるので、それは組織の統制効かないよねっていうのはこれ分かりきってる話なんですけど、当時私も未熟だったですし、かなり舞い上がってたというか天狗になってたので、大丈夫だろうみたいな感じで楽観視してやったもののうまくいかなかったですよね。その経営幹部の体制を整えていったんですか？そうです、そうです。わかりました。ありがとうございます。で、2回目が、やはりその、切るとこは切るっていう、スリム化を図っていったんですよね。そうです。ある意味リストラですよね。事業リストラというか、やっていったので、とにかく当時、勢いに乗って、これも自分たちの身の丈以上の投資っていうんですかね、事業投資をガンガンやってたので、だからそこ、やっぱり自分たちのレベルに合った投資だったらよかったんですけど、ここもちょっと無理してましたよね、すごく。やっぱそこは上場しなきゃとか、
上場した後の成長を作らなきゃみたいな思いのが強すぎちゃって、これもやっぱり自分たちの実力を見誤ってたのかなっていう反省はありますよね、すごく。うんうんうん、はい。それ、理念とか、ビジョンの共有ですよね。で、全国のパートナーとか社員の方に、社長自らが出張して会いに行かれてる、たんですよね。そうです、そうです。なので、当時、会社の経営状況も良くない状態になっていて、業績とかも悪くなったりとか、組織の一体感がなくなって、従業員満足度が下がっていたと。で、結論、こういった状況になっているのは、経営者の自分の責任なので、当時、全国に拠点がありましたのでね、うん、今と同じように。なので、全国行脚しまして、社員全員に私は頭を下げ、自分の責任なんだと。ただ、今のまま、会社が悪い状態のまま続けるつもりは全くないので、やっぱりしっかりと立て直していくために、こういう方針に行くんで協力してくれってことは伝えて回りましたね。うん、その、はい、伝え方っていうか、の時に大事な、ちゃんとビジョンっていう、社長が考えたビジョンをどういうふうに社員の方々と、実際に、なんかコツとか、ありますか？人にビジョンを共有する時の。あ、で、しっくりちゃんと、分かってくれたな、自分がもうまた出張行かなくても組織回り始めたぞっていう、なんか一体感できてきたなみたいな、それで数字にも表れると思うんですけど、どういった社員の方々の態度が変わったりとか、やる気になったりとか、それこそリモートでマネジメントされてたと思うんですけど、今も何か吉村流のコツ、ビジョン共有の掟みたいなのってございますか？でもちょっと僕自身の経験から話をすると、先ほど全国行脚したみたいな話したじゃないですか。うんうん、で、自分がその未熟な、経営者として未熟なのでうまくいってないということと、ただ今後こういうふうなそのミッションやらビジョンやら具体的な戦略で立て直していくぞということは話はしましたと。で、ただこれって、その場で伝えるっていうのは、本当にその自分の情熱を持って自分が思っていることをちゃんと素直に伝えれば、情熱は伝わると思うんですね。ただ、僕の経験上、一回その説明したからといって、みんながみんなやっぱ納得してくれるわけじゃないんですよね。なので、なんか口で伝えることも大事なんですけども、それをその後実行していって、ちゃんと見せるっていうところかなと思っていて、で、その言ったことをちゃんとやる。で、成果を出すっていうのがやっぱ経営者には求められるので、それをやりきれるかどうかかなとは思ってます。なので、時間はかかったというのが正直なところです。いや、はい、すごい。どれくらい時間がかかって、その立て直しの、強い体制に強化されていったんですか？やっぱり半年、1年は最低かかりましたよね、やはり。うん。やっぱり社員としても、会社って業績とか状況がいいときは、めちゃめちゃその社員の士気も高いですし、いいんですけど、逆に、業績が悪かったりとかの時では士気も落ちてますし、社員自身も、社長に対して不信だったり不満とか持ってますから、南北口で言ったところで、本当にやるのかみたいな目で見てると思うんですよね。はいはい。はい。なので、やっぱり、そういった意味では、信頼関係がちょっとね、既存してる状況ですので、業績悪い時って。なので、しっかりと信頼関係を作るには、とにかく行動と実績しか僕はないと思ってるんで、南北口で言っても、やらなかったら信用してもらえないので、そこかなと思います。で、その1回目の挑戦の1回目の失敗の時も2回目の失敗の時も結局失敗の後の信頼回復って僕本当時間かかってる、社員から信頼を社員の信頼を取り戻すってやっぱ時間かかってるんですけど、でもこれも仕方がないかなと、なんか口で言って簡単になんか丸め込むとかそういうもんじゃないかな、そういうもんじゃないと思ってるんで、はい、その組織をもう一回作っていく、で経営幹部を雇っていく時の判断で、その自分の右腕となる人何人も雇ったと思うんですけども、はい、どういったところを採用の時のポイントとしてこれだけは外せないなっていうのございますか？やっぱりその会社弊社なら弊社の、そのミッションとかビジョンにちゃんと共感してくれてるかとか、あとはその価値観が近いかどうかですよね。どんなに優秀でも、特にその経営トップの私と明らかに価値観がもう全然合わないみたいな人は、多分コンビとしてうまくやっていけないので、やっぱりいい悪いとかじゃなくて、合うか合わないかの世界、恋愛とか結婚と一緒かなと思ってるんで、いかに自分とやっぱ合うタイプの人を採用するかが重要なんじゃないかなと思いますけどね。はい、そのスキルよりマインドの方で取るってことですか？そうです、うん、でもそのスキルもやっぱり経営的なスキルと技術的なスキルもやっぱり必要ですよね。そうですねただ
知識とかスキルってある程度 その素養があれば後からでも身につくと思うんですけど、その価値観とかでも変わらないので、うん、マスト重要度が高いのは僕はそういった考え方とか合うかかなと思ってますけどね、うん、その経営層はやはりビジョン、ミッションが価値観が非常に近い方がいいと私も思ってて、でスキルの部分は社員 の手足にしっかりなってくれるメンバーたちがスキル重視、もちろんビジョンはあった方がいいんですけれども、私はそう考えるんですけど、吉村さんいかがですか？僕は基本的には、ね、全社員理念共感型採用とか経営をしたいと思ってるんで、まあ、これ理想論ですよ、はいはいはい、100% ではならないんですけど、僕はやっぱり そっち重視っていうんですかね、うんうんうん、で究極その技術スキルとか技術ってその外部のパートナーと組んでやるとかも全然できるんで、うんうん、だから僕はやっぱりまだまだ会社組織としてうちは300人ちょっとの組織ですから、うんうんうん、これはまあ何千人とかなってくるとね、また話変わるんでしょうけど、やっぱり数百人のレベルのうちは本当に結束の固いしっかりと理念ビジョンでベクトルの揃った組織でやっていきたいなと思ってますけどね、今後も。これ採用面接の時に必ず聞く質問とか、あとそのビジョンが本当に伝わってる、みんなビジョンに、最近 の採用だったらみんなビジョンに共感して入社希望してます、全員言うじゃないですか、はい、もう分かってるんで大学生たちも、はい、でそれどういうふうに見抜くんですか？まあ何ていうんですかね、まあ、採用前の段階で、うん、そのむちゃくちゃうちのビジョンを理解し、もう熱狂するほどなんか共感してるって、いないんですよ、まず。いないですよね。いないんですよ、うんうん。ただ、そこまでのレベルはないにしても、やっぱり一定水準のやっぱ理解度だったりだとか、うん、興味持ってるかっていうのは面接で見極めれると思っていて、うん、まあ、そこはやっぱり質問で深掘りしていくしかないかなと思いますけどね。うん、はい。どんな質問されるんですか？例えば、弊社のビジョンになんか共感されてますかって言ってますっていうんで、うん、具体的にどういうところですかとか、どんどん深掘りしていって、うんうんうん、なんかある程度の理解、そのビジョンに対する理解もしてるし、なんか関心持ってそうだなっていうのは、やっぱり質問でこうやって見極めて、見極めてますね、私は。で、その最初は共感して入ったけれども、入ったらちょっと自分が思ってたと違うなっていう若手社員とか、まあ、中途の方もいらっしゃると思うんですけど、そこで、なんか変にモチベーション下がってるなって気づいたとき、どういうふうに背中叩いて、もう一回一緒に、まあ、チームアップして、なんか それも吉村流のなんかコツ、まあ、さまざまな試練を乗り越えてきたからこそ、多分やっぱり人に心に火をつけるのうまいと思うんで、はいはい、社長流のちょっと教えていただければ嬉しいんですけど、まあ、その僕がその、まあ、300人の全社員とワンワンで話すとあんまないんですけども、やっぱ社長としてその組織全体にやることとしては、やはりその繰り返し繰り返しその社長としてのそのこの会社を経営している目的だったりだとか、なぜこの事業をやるのかとか、でこれからこういう会社にしていきたいんだみたいなビジョンはもうずっと語り続けなきゃいけないと思っていて、それはかなり徹底して僕はやるようにしているというところと、あとはそのやっぱり私の代わりとなり、それは管理職が同じような話をできるようにならないといけないと思うんですよね。なので僕はその弊社の中で その管理職が集まるミーティングとかでも、必ずその理念だとかビジョンだとか戦略をもう繰り返し伝える場っていうのはやっぱり設けるようにしてるんですね。であとは一方的に話すだけじゃなくて、本人たちが理解してるかどうかっていうのは管理職同士でディスカッションとかしながら、管理職がじゃあ自分の部下にどのように伝えるのかみたいなところは徹底してやってるので、まあ、そういったところをまず伝えていくっていうのが重要だというところと、あとはその僕社員個人個人も自ら個人 そのパーパスっていうんですかね、そのうちで働く目的だったりビジョンは持ってもらうようにうちは工夫してるんですね。だから会社のミッションビジョンを一方的に伝えるだけじゃなくて、じゃあその弊社のミッションビジョンを理解したあなたはそもそもなんでうちで働くのとか、目的どうなりたいとかビジョンみたいなところはかなり、うちは個人個人にそういったものも明確にさせながら、組織と個人のパーパスと合致させるみたいなところはやってます。でそれを働き始めて何ヶ月も1年とかも経つと忘れていくので、確かにそういったところをいかに上長が部下との、まあ、ワンオンワンとかでフォローアップしていけるかが重要なんじゃないかなと思いますけど、うん、素晴らしい、はい、見てますよ、ベーシスさんの社長ブログ12月な7日に幹部合宿を、あ、これですね、ね、はい、いいですね。今日ブログ書いたさ。
千葉県むちゃくちゃ綺麗なとこですね。皆さんもぜひベーシス株式会社の社長ブログ見てください。これいかがでしたか、幹部、どんな工夫。あ、よかったです、よかったです。すごく結論すごく良かったですやっぱり今までリアルコミュニケーションがこの2年間減ってたので、うんうん、あのまあ今のコロナのだいぶ収まった状況なので、久しぶりにあの経営幹部集めてあのやろうよということで集まったんですけど、まさに先ほど話をしたその会社のパーパスと個人のパーパスを合わせていくだとか、うん、ビジョンの流動を細かい流動までこう合わせていくみたいなところを徹底的にやった合宿だったんですけども、やっぱりこういった、何て言うんですかね、あの経営者がそのいかに組織にそれを合わせて浸透させていくかって僕は重要だと思うので、すごくいい意味や意義がある合宿だったかなと思ってますね。この合宿と社員旅行と合宿はやっぱ違うんですか？社員旅行はもう当分先やってないんですけど、でも社員旅行をやるとしてもうちはもう理念ビジョンの話必ずやります。社員は社長を口開け理念ビジョンだなって多分言うぐらい口うるさいと思います僕は、はい、どういうふうに語ってらっしゃるか見てみたいですね。ん、どういうふうに、いや、どういうふうに普段社員の方にミーティングで何分間ぐらい語られるんですか、ビジョンとミッションって。まあ、僕が語るのもありますけど、あの社員たちにあの喋らせるはありますね。僕例えばグループごとに座らせて、はい、あのベーシスのミッションとかビジョンとか今後の戦略について、はい、テーブル 5,6 人のグループでみんなで、はい、お互いシェアし合うというかですね、どういうふうに理解してるかっていうのを話し合いましょうみたいなことをやったりします、うんうんうん、まあ、僕の話一方的に聞くよりも、うんうんうん、自分でアウトプットさせた方がより理解も深まるので、うんうんうん、はい、いや、なんかむちゃくちゃいいですね。その組織と個人のパーパスが一致していくっていうのがすごく勉強になりました、うん、はい、ありがとうございます。そうですね、で、あの事業、やっぱり経営理念を明確化されたことによって事業10倍成長されたこともあるということで、はい、10倍成長するもんですか？あの、まあ、10倍って、まあ、どっから10倍かっていう話があるんですけど、多分それっていやいや、まあ、僕らが創業した頃の話だと思うんですよね。で、創業した時、まあ、今日お話したように私一人で創業してるので、はい、一人の時って別にあのミッションとかビジョンとか特になくて、はい、あのいわゆる理念ってなかったです、ぶっちゃけね、はいはい、社員がある程度の数 20,30 人ぐらいになってきた時に、さすがにやっぱり組織としての、あの理念ないと透析かないよねっていうところで、かなり意識をして作ったっていうのが、その時期でしたと。で、その頃まだ創業して本当に 2,3 年ぐらいで、売上もまだ本当に2億とか1億とかぐらいの頃だったんですけど、まあ、そこからしっかりと、その頃から私は理念経営っていうのを心がけていて、その理念に共感してくれる社員を採用し、一緒に会社を作っていく仲間だぜっていうことで、あのチームをまとめながら会社を大きくしていって、まあ、そこからまあ2億ぐらいのとこから10億、20億までなっていったっていう、まあ、第一次成長期の頃のお話だと思いますね。はい。うん、ありがとうございます。その27で起業する前に、これも違うメディアでのインタビュー、まあ、勝手に読んだんですけれども、学生の時から吉野さんは起業してやろうっていうのがあったんですか？うんうん、そうですね、大学生の時ですね、はい。なぜそう、今日結構学生もオーストラリアの大学生であったり、ドイツの大学生とか、はい、日本の大学生とかもですね、あとそれこそ我々同じ大学の、あ、吉村さんは超客員教授、私は客員教授ですけど、まあ、IU の学生とかも、はい、今日はみんな聞いてくれてるんですけども、はい、なぜ学生の時から起業したいっていうふうに思われてたんですか？まあ、いくつか理由があるんですけど、まず僕の育った環境なんですけど、僕の親とか身内は結構自営業やってる人が多くて、まあ、そういう家庭に生まれ育ったので、なんか、あんまりサラリーマンとかっていうのはテレビでとかしか見たことがなくて、あんまりイメージが湧いてなかったっていうのがまずあって、なんか自分でやるっていうのは昔から意識していたのかもしれないですね。ただ、僕の年の世代、僕は今49歳なんですけど、僕のせいでってちょうど子供の頃から高校生にかけて高度経済成長期だったんですね、日本の。で、はい、僕が高校生の時がバブル時代で一番こう経験良かった世代だったので、はい、そうは言っても僕の世代はとにかく大学を卒業して大企業に就職をして定年まで働きましょうみたいな風な教育をずっと受けていたので、はい、あの高校生ぐらいの時にはなんとなくまあ大学出たらサラリーマンになるんだなと思ってました、うん、でただ大学に入学して91年なんですけど、バブルが崩壊したんですね、うん、でバブル崩壊して不景気、就職難に突入をし、
それまでは僕は全然考えたこともなかった大きな会社は潰れるだとか、うん、リストラというものが当時始まり、はい、リストラって言葉もそれまで知らなかったです、大学入るまで僕は、はい、あのバブル崩壊で知ったんですけど、あ、はい、これ会社員になっても別に会社が守ってくれるわけ、終身雇用で守ってくれると思ってたんですけど、守ってくれるわけでもないし、やっぱり自分が自立しないとこの先は、うん、あの生きていけないなと思ったんです、うんうんうん、だから先ほど言った、まあ、育った環境的にも自営業の関係だったというところと、うんうん、会社に依存する生き方ではなくて、やっぱり自分で自立しなきゃというところで、一番自立できる方法なんだろうって考えたときに、自分で起業して事業を立ち上げるのが一番自分にとって、まあ、大変ですけども、うん、一番成長できるんじゃないかなというところで、学生の時から、大学だから3年ぐらいからですかね、意識し始めたのは。うん、はい、そこが、まあ、バブル崩壊がやっぱりきっかけとして大きかったかなと思います。うん、はい、やっぱりこれもすごい社長たちインタビューしてて気づいた共通点なんですけど、まあ、スタートアップグラインド福岡って今今日はあれですけど、スタートアップグラインド東京もありまして、はい、で昔、まあ、毎月そっちの方も手伝っててですね、こっち立ち上げる前にネクストユニコーンになる若手起業家たちとかいろんな人インタビューしてきたんですけど、ほぼ9割方が親が自営業、うん、かまたは海外に住んでたことがある、そういった人が今の日本のスタートアップの CEO をやってますね。まあそうなんですね。ほぼ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 もう9割10割がやっぱり環境がいつの間にかアントレプレナーを作り出してるっていう。まああるでしょうね、それはね、うん、だからなんかそれが当たり前の環境で育ってるんで、そうですね、うん、そこになんかリスクとかもうあんまり思わない、だってみんなやってるしみたいな、みんなやってるし、あとむしろ自分を信じれるのが一番リスクじゃないんじゃないですか自分が頑張りだ、一、はい、人でもやっていけばいいだけなんで、そうですそうです、はい、はい、そうですか、分かりました。で面白いなと思ったのが、そのやっぱり今ね、超客運教授IU でも、まあ、我々の大学というのは就職率 0%、はい、企業率 100% を目指すという情報経営イノベーション専門職大学というなんとも長田らしい超客員 教授になられてですね、まあ、なられる前から経営者を100人育てたいって夢も持たれてらっしゃるんですね。あ、そうですね、はい、あれびっくりした、あれどういったことでそういうことを思われたんですか。やっぱりその僕自身がその創業者として会社を立ち上げて経営をして改めて思ったんですけど、経営というこの職業ですかね、素晴らしいって自分の職業への自信があるんですよ、はい、なのでこんなに素晴らしい職業なんでみんなトライしないんだろうみたいなってでよくね、あるじゃないですか、日本人は起業したいみたいな若者が少ないみたいな海外に、うんうん、すごく僕はもったいないなと思っていて、はい、僕は経営者の素晴らしさみたいなものをよりその若い世代に伝え、そういった起業を目指す人たちとかをなんか支援したいなみたいなのは、うん、本当それは結構前から、もう10年以上前ぐらいから思っててで、まあ、そういったのもあったから子会社たくさん作ったりもしたっていうのはあるんですけど、まだまだそういった意味では我々今全部会社一社化しちゃったから、うんうん、グループ内での経営者ってまだ育ててないんですけど、まあ、今後、うん、我々の会社ベースのグループ内でもそういった経営層を育成していきたいですし、あとはまあスタートアップの、ね、支援だとか起業家支援みたいな活動を通じながら、よりなんか多くの起業家を生み出していきたいなっていうのはやっぱりありますかね。いや素晴らしいですね、はい、ぜひ学生起業家もどんどん一緒に生み出しまくりましょう。そうですね、はい、ちょっと話若干それるんですけど、うん、いいですいいです。私EO っていう団体に入っていて、まあ、ご存知の方いると思うんですけどね、結構世界中の起業家の組織なんですよ、うんうん、で私実はそこの、はい、EO のですね中四国チャプターを作ったんですよ今年、うん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 、立ち上げたんですよ。でこれも結局僕は、はい、起業家を生み育てたいという自分の思いから、うんうん、立ち上げてるんで、まあ、そういったところも今実行に移してるところですね。まあ、起業家育てていく。素晴らしいですね。はい、EO of the Year にも選ばれてらっしゃいましたね。ありがとうございます。ブログ読んだんですね。はい、全部チェックしてます。ありがとうございます。我々のこのスタートアップグラインド福岡のパートナーに、まあ、IU もなってくれてますし、うんまあ、九州大学とか北九州市立大学とかいろんな大学になっていただいてますので、まあ、広島の方々もですねぜひ、ま、吉村さん経由でまたご紹介いただければパートナーになっていただいて、ああ一緒に、はい、一緒にどんどん学生をどんどん応援していきたいと思いますし、そうですね、はい、またよろしくお願いします。はい、こちらこそ、はい、それではインフラ、この今回のタイ
トルもあったんですけど、ソサエティ 5.0 ってそもそも何なのかなっていうのをみんな今日聞いてる人たち思ってると思うし、でインフラ業界を支えるこのインフラテックっていうまあ事業ですね、でまた DX って言葉もあって、インフラ業界の DX 推進どういったことなんだろうっていうことを私も思ってるので、ちょっとそこら辺今からどういう社会になって、なぜ吉村さんたちの会社が存続して、まあ、何の問題を解決してですね、より豊かな世の中を作ってるかっていう具合でご説明いただければ嬉しいです。ちょっと画面共有使っちゃっていいですか？はい、全然全然、どうぞ。これ弊社が開示してる資料なので、はい、使わせていただくんですけど、はい、こちら見えてますかね？はい、見えてます。で、ここソサエティ5.0の説明してる資料なんですけど、うんうんうん、そもそもちょっと下に注釈でちっちゃく書いてあると読みにくいと思うので僕は読んじゃうんですけど、はい、ソサエティ 5.0 っていうのはその日本政府が目指すべき未来社会として提唱してるんですけど、はい、要は超スマート社会っていうのを、うん、あの日本政府が作ろうとしてるんですね、はい、でそのイメージがこの絵なんですけども、うんうんうん、結論から言うとそのビッグデータの利活用をしてスマートな世の中を作っていくってところなんです、はい、でこの絵でいくとこの左側のサイバースペースっていうのがいわゆるインターネット空間上とかのデータですね、インターネットでやり取りされているデータを今 AI とかで解析をしていろんなサービスが生み出されてますよねと、はい、ただこっち右側のインターネットじゃなくてそのフィジカル空間、我々が生活している物理的なフィジカルの空間のデータ化ってまだ全然進んでないんですね、はい、でフィジカル空間のデータを取得する手法として IoT がありまして、例えば弊社があのやっているビジネスでいくと、例えばカメラとかセンサーとか、うん、いろんなその現地現場の情報を吸い上げるためのデバイスをいろんなところにつけて、でそのデバイスからあの収集されるデータですね、映像データ、うん、画像データだったりとかセンサーの多分気温だとか、うん、あの湿度だとかそういったセンサーデータをインターネットを介してサーバー上に上げていくのが IoT の世界なんですね、はいはい、でまあ、これによって今までその活用されてなかったデータを活用することで新たなサービスが生み出されるみたいなところがこのソサエティ 5.0 の世界観なんですね。うーん、で我々が今 IoT の分野に力を入れているというところはまさにここのフィジカルデータを取得するための IoT インフラがまだ普及していないので、はい、まさにその IoT インフラ普及するべくビジネスをやっているのが弊社なんですね。なのでこの次のページにちょっと細かくて見えにくいんですけど、はい、これ我々 IoT の分野の中でもリモートモニタリングっていう遠隔監視、遠隔でいろんな監視をする業界に僕ら今ターゲットを絞って事業拡大をしているんですけども、はい、ちょっと字が小さくて見えにくいと思うんですけど、建設だとかエネルギーだとか生活インフラだとかいろんな商業だとかモビリティとか、うんうんうん、いろんなその分野にいろんな設備に通信機能、通信モジュールがついていろんなデータが吸い上げられる世界が訪れるんですね、はい、で僕らは先ほども話したようにこの IoT の、いわゆるその現地フィジカル現地現場のフィジカルデータを取得するためのIoT に関する機器とか通信も作るビジネスをやってるというのが僕らがやってる事業ですと、うん、でじゃあ DX って言葉なぜ使ってるのかって話なんですけど、例えば僕らが今 IoT で実際やってるものをお見せするとですね、例えばですね、写真なんかちょっと写真がないので分かりにくいんですけど、例えばですねこちら見てもらうと分かりやすいんですけど、これ我々スマートメーターって言われる皆さんのご自宅についてる電力会社の電気メーターあるじゃないですか、はい、電気メーターあれ昔は今のところアナログのメーターがカチカチ回って皆さんのご家庭がどんぐらい電気使ってるかっていう電気使用量を見てるんですね。であれで料金請求言ってたんですけども、うん、今スマートメーターというものがついてまして、皆さんのご家庭にこれは何かというと無線通信につながって遠隔で全部皆さんのご自宅の電気使用量が分かるものなんですね、うん、でこういったインフラ我々作ってきたんですけども、はい、まあ、それ以外にもいろいろやってるんですが、で、うん、こういったじゃあメーターを古いメーターから新しいメーターに切り替える分野って結局電気工事屋さんみたいな職人さんが現地を切り替えていくんですね、うんうんうん、工事屋さん工事するわけです、うんうんうん、で超アナログなそういった作業なんですけども、ただこういったいわゆる工事屋さんみたいな分野って全然デジタル化が進んでなくって、うん、例えば現場の職人さんは紙で今日どこの現場行ってくださいみたいな情報を紙でもらって、うん、紙を見てその人の家一軒一軒回って、でその工事の情報とか手書きで書いたりとか、あとこの木をここに交換しましたみたいな写真をデジカメとかで撮って、でその紙で記録したデータとかデジカメで撮った写真を
現場作業員さんは作業が終わると事務所に戻って苦手なパソコンを開いてエクセルとかに手打ちでまた紙で書いたものを転記したりとか写真を貼り付けたりとかしてこんな工事をしましたみたいな作業レポートを作ったりするんですけども、我々はそういったアナログの工事業界みたいなアナログの分野に IT を我々あの持ち込みまして、例えばですねこの資料の中にあるかな、弊社が開発をしている、これ今画面共有しているこのブラスというシステムあるんですけども、これはクラウドを使ったシステムで、先ほど言ったようなそのアナログ作業を全部もうなくしちゃってるんですね。なので現地行く作業員さんはスマートフォンを持っていくだけで紙とかを持っていって情報を何か記入する必要もなくスマホで全部終わっちゃうんですね、はい、現場情報の登録が、はい、なので彼らは苦手な Excel 開いて作業報告書を作ったりもしなくていいので楽ちんだったりとか、あとはこういった現場管理をしている管理者たちも今まではその電話とか紙とかファックスとかメールとかでやり取りしたものが全部システム上で終わっちゃうので、すごく楽ちんなんですね、はい、なのでこういったことをやることによって機器の交換とかの業界、工事屋さんみたいな業界のデジタル化を我々は進めていて、これによって作業効率も上がりコストも下がり、発注者からすると単価は下がる、で作業者からするとあの今までの中間マージンを抜いてたあの会社さんがいなくなる、我々その多重資格をなくしちゃってて、その中間で管理してた会社の業務を IT で自動化してるんです。それによってあの作業員さんの方にも高い金額でお支払いできるんで、まあ、みんながあの喜ばれる仕組みを作ってるんですね。ちょっと話なくなりましたけど、とにかく IT とか AI とかを活用して工事業界みたいなところの DX を進めている、うん、デジタル化を進めているっていうのもうちの事業の特徴かなっていうのを思ってます。おー、なんか今後ますます伸びる領域ですね、はい、そうですね、まだまだアナログな業界ですから、はい、海外とかってどうなんですか。海外はですね、我々まだ全然やってないんであれなんですけど、おそらくですけど海外でもこういった工事領域のところっていうのはまだまだ IT 化が遅れてるんじゃない、特に発展途上国とかだとまだまだこれからかなと思うので、例えば我々のこの辺の IT のノウハウを持ち込んでいけば、例えば海外のそういった現地作業をやるような会社に組んでやるなんてこともできるかもしれないなと思ってますけどね、はい、なんかアフリカとか爆発しそうですねそうですね、まあ東南アジアとかもそうですし、はいはいはい、からですからね、面白そう、はい、面白そうですね、はい、いやありがとうございます、よくわかりました。はい、あと残りですね、あっという間に、もうちょっとで9時になるんですけれども、もう少しちょっと5分延長させていただきたいと思いますけれども、ビジネスをもう本当に長いこと21年ですよね、創業されて、はい、この中でやっぱりたくさんのその修羅場といいますか、危機も味わわれてますし、良かったこともたくさん味わわれてらっしゃると思いますけども、一番吉村さんがビジネスする上で大切にしてることって教えていただきたいんですけれども、まあ今日繰り返し言ってるその組織づくりにおいてはやっぱり理念共感っていうところが一番大事だと思ってるんです、うん、そこはかなり重視をしているというところで、あとはそれ以外で経営で今重視しているところは何かというと、やっぱりそのマーケット選定って僕すごく大事だなと思っていて、まあ、弊社で言えば今 5G だとか IoT という、まあ、これから伸びるマーケットを選んでそこに集中しているわけですけども、やっぱりね、その上りのエスカレーターに乗って登った方が楽なので、確かにマーケットのなんていうんですか、規模だとか、成長性、どこのマーケットを狙うかっていうところとにかく重視して僕らは経営してるんです。そこは重要かなと思ってます。であとはもう一個、マーケット選定がうまかったとしてもまだそれだけだと弱くて、やっぱり競争優位性、で弊社の場合は先ほど言った IT のところなんですけども、で特に周りが IT に弱いのでより我々が強くなるんですよね、なので、マーケット選定×競争優位、何どういう差別化を作るのかみたいな、まあ、これ経営の基本的な部分かもしれませんけども、はい、改めて僕21年間経営しててそこはすごく大事だなと思いますよね。確かに、マーケット規模も大きいし、まあ、競合がいない、みんながそのまだデジタルじゃないってところが一番の肝ですよね。まあそうですね、まあ一言で言うとブルーオーシャンですもんね、はい、競合が弱いまたは競合がいないみたいなところで、素晴らしい、はい、じゃあ今後スタートアップする、まあ、学生とか若手起業家も今日はいっぱい聞いてますけれども、どういったアドバイスを吉村さんとされますか。どうやってブルーオーションを見つけていけばいいと思いますか。やっぱりニッチな領域なんだろうなと思っていて、やっぱりその、まあ、マーケット規模が大きい
でね、魅力的なので、みんな大手も含めて参入してくるので、そこの大手にいきなり、真っ向で戦っても勝てないので、相当な何かオンリーワンの強みがあれば別ですけども、そうじゃない場合は、まずやっぱりニッチなところ、あんまり大手が参入しないような、ニッチなマーケットで、自社の強みを生かしながら勝っていく。でそこのニッチのところでナンバーワンになっていくと、また他の領域にも攻めやすくなってくるので、スタートアップの時はとにかく資金力も初め、ね、ないですし、もろもろないない尽くしでスタートしていくので、やっぱり戦う相手を選ぶという意味ではニッチなところから行くのがいいんじゃないかなと思いますよね。確かに、そのニッチなところの見つけ方って何かありますか、吉村流のコツは。まあ、僕の場合は、なんていうんですかね、他人がやりたがらないようなところとか、ニッチかもしれないですね。例えば、先ほどの弊社が今 IoT のところでやってる機器の交換とかね、やりたくない、誰も、いや、それこそスタートアップでもそんな領域やる人いないと思うんです。なんか泥臭そうだし、面倒くさそうだし、はいはいはい、で、大手もじゃあ参入するかって言って、あんなちっちゃな機器を取り付けたりとか、単価が安いんですよ、すごく。単価が安いから大量にやらないと儲からないんですね。大量にやろうと思うと、人の管理とか物の管理が大変なんです、煩雑で。誰もやりたがらず、面倒くさくて。だから、市場ニーズやマーケットはあるんだけども、誰もやりたがらない。面倒くさいとか、煩雑だったり、泥臭いとか、そういうみんなが入らないような領域っていうのは、僕は実は美味しいんじゃないかなと思っていて、確かに、そのみんなが入りたがらない要因を何かテクノロジーなり強みで潰していけば、もうオンリーワンになれるんで、そういったの選定もありかなと思いますけどね。いやー、むちゃくちゃ大事なことを教えていただき、吉野さん、ありがとうございます。はい、確かにめんどくさい、泥臭い、煩雑っていうのは最高ですね。そうですね。はい、努力しがいがありますもんね。大手もやりたくないし、他の人も賢い人はもうインテリすぎてそんなしたくないみたいな。でも実はここが一番のマーケットなんだと。そうです、そうです。はい。確かに確かに。いや、はい、なんかキラキラしたかっこいい、なんかしたところはみんなそこに参入してくる、ね、競合多いので。確かに確かに。はい、いや、面白いな。ありがとうございます。あっという間にお時間になりましたけど、最後にですね、はい、今後のビジョン。そして、まあ、聞いてる学生起業家から、まあ、本当にたくさんの、まあ、大企業の方も今日は聞いてますし、投資家のベンチャーキャピタルの仲間たちも聞いてますし、行政の方もたくさん今日も聞いてくれてますので、あと、まあ、普通の主婦の方とかですね、本当さまざまな方がこのスタートアップグラインド福岡愛してくれてるので、まあ、今日聞いてくるリスナーに向けてもそうですけれども、今後のビジョン、そしてリスナーに向けて、この2つよろしくお願いいたします。はい、まあ、ビジョンっていうところなんですけど、今目先僕らがやってるのは、とにかくその日本の国内におけるこの通信エンジニアリングと言われる通信インフラとかネットワークを作ったり運用する業界が、やはり先ほど申し上げたように古くてアナログで非常に非効率なんですね。でこれって僕は日本国内のインフラ 5G とか IoT の普及の足かせになってると思ってるんですよ。だって高コスト体質で非効率なので、なかなか広がらないんですよね。で、我々がこの DX を推進するリーダー、業界のリーダーになれれば、業界全体的にも生産性が上がって、日本の 5G とか IoT インフラの普及が広がる。そうすると日本の国自体も良くなると思うので、そういったところでまず業界を変えていきたいっていうところが、今まず目指しているビジョンの一番近いところで、で、その先っていうところなんですけど、やはり国内だけに限らず、まあ、今日ね、海外でどうなんですかって話ありましたけども、我々が今やってる事業、プラスアルファ、もちろん新しいこともこれからチャレンジしていくと思うので、まあ、既存プラス新しい事業なんかも使いながら、やっぱりその世界の人たちになんか喜んでもらえる事業っていうのは、今後もチャレンジ、トライしていきたいと思ってるんで、まだまだそんな領域にはなってないんですけども、まあ、マザーズにも上場できましたし、うまくその上場したメリットも生かしながら、今まで以上にスピードを上げて、そういった世界の人たちになんか喜んでもらえるようなサービス提供できる会社になっていきたいというのが、僕が掲げているビジョンになります。はい、次はプライムですね。そうですね、まあ、そこも通過点だと思いますけども、はい、頑張ります。その次、はい、ナスダックですか？そこまで考えてないですけど頑張ります。どれぐらいの規模にされたいとかあるんですか？やっぱり、あ、売上とかですか？売上とか、はい、人数とか。正直社員数とかあんまり僕は重視してないんですけども、
まず一番目先は僕は今上場してるので、今時価総額うち100億あたりちょろちょろしてるんですよ。やっぱ時価総額1000億っていうのは近い将来目指したいですよね。はい。まあ、その先はまた上ってなってくると思いますけども。はい。わかりました。ありがとうございます。最後に聞いてる皆様にメッセージをお願いいたします。はい、皆さん、どうも今日はですね、ご清聴いただきましてありがとうございました。なかなか私のつたない話で分かりにくかったかもしれませんけども、何か皆さんの参考にしていただけたらと思いますし、まあ、今日のこの出会い、ご縁を、私もつなげていけたらと思ってますので、なんかツイッターとか SNS で全然絡んでいただいても結構ですし、もうこれを機会にお互いこう刺激与え合えるような関係ができたらなと思ってますので、これをご縁によろしくお願いします。本日はご清聴ありがとうございました。吉村社長、ありがとうございます。そうですよね、私と吉村さんの出会いもツイッターですもんね。そうですね、リアルでお会いしてないですよ、ね、確かに今まで確かに確かにツイッターで出会ますからね。ツイッターで出会ってすぐに電話させてくださいって言ってでお話して、じゃあスタートアップグラインド福岡100名ぐらいスピーカー呼ぶから出てくださいって伝えて、であれ出ていただいた今度 IU の宮島さんとお友達になられて、そうです超客員教授もなられたですね。超客員教授に、はい、スーパー客員教授に、なんかツイッターからのスタートアップグラインドからの超客員教授っていうことで、そうですよね、なんかすごいご縁がつながりますよね。はい、スタートアップグラインド福岡に来るとそういうこともあるよってちょっと宣伝してください。あ、いや、でも本当そう思います。本当にお世辞抜きでいろんな出会いが広がってよかったなと思ってます。はい、ありがとうございます。なんか無理やり言わせてごめんなさい。いやいやいや、そんなことないです。はい、ということで MC ルークさん来ていただいて質問タイムをやっていきましょう。